初めてて相談しまますす小5の子供が ASD 傾向で週にに2時間特別支援教室に通っています先生との1対1の個別指導の時間にコグトレというプリントをやってくるのですが、これは将来役に立つのでしょうか先生は認知機能を高めるためと言っていましたが、脳トレのようなものでしょうかあ,あ,ありがとうございます。そうですね。脳トレのようなものでいいんじゃないでしょうかね。うんで、えー と、コグトレっていう、えっ、ー、と、立命館大比較の、あ、あ、宮口先生かなが開発したものですね。あの、ケーキの切れない少年たちでしたっけえっ、ー、と、その本で有名な先生が、えーかいあの、作った、あの、まあ、トレーニング方法ですね。まあ、なんというんだろう。クボンにちょっと似てるかな まあ少年少女がまあ犯罪を犯す。で、まあそういったところに、まあ強制施設に入る。で、その人たちを見ていくと、あれ、どうやら発達の偏りがあったり、まあそれこそ今注目されている境界知能の子たちがいて、で、しっかりとしたトレーニングをさらにこう、されてないと。はい。なので、 えー、あしっかりとしたトレーニングされてないのは発達障害や境界、えー、知能だからっていうよりもかつ育った環境がなかなかあのご家庭が、うん、子供にこにサポートをするっていうかな教育を施すっていうのができなかった家の中でねみたいなのがあり、まあ、そういった子があの、えー、苦問的に、えー、脳トレ的にできるような課題をしてその認知のズレとかを こう少なくしていこうとか、本来は積み上がるところまで積み上げていこうというものです。ですから、発達障害が治るわけでもないんですけれども、本来はこんな感じのでこぼこだった人たちが、ご家庭の状況とかで、全然もう低い状況なのをきちんとそこまで高めていくみたいな感じですね。あ後であの動画とか本とか読んでいただければ分かりますけれども、例えば、あの 絵を描く自分の絵を描くって言ってもすごくいびつにしか描けないとかね、お魚の絵をじゃあ写してくださいって言ってもいびつにしか描けないのが、それがある程度その認知、見るとか描くとかですね、っと言葉とかそういった認知がある程度こう積み上がっていくみたいなトレーニング方法ですね。そういった境界知能の子とか、その発達の偏りがある子が本来のところまではきちんと高まるっていうのがやっぱりあんまり教材がない。 ま確かに、だって、受験勉強ですから、日本の場合、受験に乗っ取ったとか、あるいはその、学習指導要領、文科省のやつに乗っ取ったドリルみたいなのはあるんですけど、そういった偏りがあり、かつ、それが十分に生かされていない子たちへの教材がないんで、まあ、それを開発したっていうことだと思います。で、なので、えー、と効果はあるといえばあるとは思います、ね。ただあの、そこでも言われてますけど、なんだっけな。 だからって、治療的にあんまり期待しすぎないでくださいみたいなのありますね。だから、小手でやっていると、小手の教材にはでは、やっぱり当然うまくなっていくんですけど、それが繁華って言いますけど、一般の社会のところにどこまで繁華できるかっていうのは、そこまであのデータが取られてるわけでもなく、そこはその期待しすぎないでくださいっていうのは、先生自身がおっしゃっていたかなとは思います。いということで、小手、とても有名で、 えとそういった学習の遅れや偏りがある子が、えー、と今、塾でしてたりとか、それこそ、ね、学校で、えー、とその教材をするところがあると思います。というのも、特別支援教育、まあ、だから通級とか支援級とかの先生方も教材作れないんですよね。分かんない。えー、それは経験がないっていうのもあるし、時間がないっていうのもあるかもしれないですし、えー、といわゆる普通級にいる子が選べる。 教材数に比べると圧倒的に少ないのでまあそういった今までなかった教材を作ってくれているのがまあコグトレかなとは思いますね。